高温強硬化とは、光エネルギーを吸収した分子が熱を放出し、その熱による体積膨張により温強波を発生する現象。光エネルギーを吸収した分子が熱を放出し、その熱による体積膨張により温強波を発生する現象で1880年にグラハムベルによって発見された。1990年代頃より、 光と生体の相互作用に関する研究から始まり、高輝度のパルスレーザー技術と超音波検出技術の発展によって90年代半ば以降、生体の断層イメージングの研究が米国、欧州を中心に盛んになり、2010年以降、高音響技術が生体を対象としたイメージング技術の手法として確立しつつある。光源には、従来、 強力なパルス光を生成するレーザーが不可欠であると考えられていたが近年では発光ダイオードでの光音強波の生成が確認されている。高音強波は生体の難組織中では水中と同じ約秒速1500メートルで伝波するので検査対象にレーザーを照射して生じた高音強波の電波時間から光吸収体の位置情報が得られ 信号強度をもとに算出された吸収量に関する情報を用いて断層画像を再構築する。光と生体の相互作用を画像化する技術の一つで散乱係数が光と比較して2、3桁小さい超音波を検出信号とするので光イメージングにおける光散乱に起因する分解の及び 感度の悪化が生じないので高コントラストで超音波、検査装置に匹敵する分解能で、センチメートルレベルの深さの断層画像が取得可能とされる。光の波長パラメータを適当に設定することで、選択的に冷気できる。蛍光色素分子、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、炭素ベースの化合物が造影剤として使用される。色素も標識も使用せずに、 人微母での生命の観察を可能にする。強商店と二講師顕微鏡法に光音鏡法を加えたマルチモード顕微鏡も開発されつつある。ありがとうございます。